まして、カントリーガールズのメンバーになったわけなんですが、今のお気持ちは？そうですね、やっぱりびっくりしたのがすごく大きくて、こうしてメンバーさんにサプライズしていただけると思っていなかったので、とっても嬉しかったです。ごめんなさい、自己紹介先お願いします。カントリーガールズに加入することになりました、ハロプロ研修生の柳川ながみです。よろしくお願いします。出身は？神奈川県です。何歳ですか？13歳です。さあ、それでは、自己紹介と今後の意気込みを一言ずつよろしくお願いします。はい、神奈川県出身、中学2年生、13歳の柳川ななみです。私は桃地先輩のように、さまざまな世代の方に知っていただけるアイドルになれるよう、 MC 力やトーク力をたくさん磨いていきたいなと思います。そしてカントリーガールズにとって初めてのハッピーバースデーである今日、私がこのステージに立っていること、本当に幸せです。よくできた子ですね。カントリーガールズ新メンバー、神奈川県出身、中学2年生、13歳、柳川ななみです。よろしくお願いします。さっきの指導が厳しいですけど、どうですか？優しいよね。はい、優しいです。ね、はい、普段からすごく優しくて、桃地先輩の方から話しかけてきてくださることとかもすごく多いので。言わされてない、大丈夫。ナイス子役感、ナイス子役感。後でこっそり教えて。お年玉とかもらわなかったと思うんですか？いただいてない。愛情たっぷりね、あげたよね。さんでーす。カントリーガールズの柳川ななみです。神奈川県出身、14歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう人魚さんみたい。ありがとうございます。ねー、14歳、14です。本当にもういよいよ自分の子供でもおかしくない年齢という方が続々といらっしゃるという、ねね、感じになってきましたけど、ね、言っていいのかどうか聞いていいのかあれですけど、お母さんおいくつぐらいかな？今34です。同い年ちょっと水飲んでいい？大丈夫。 34です。うわ、本当に？マジか、はい、すごいね。同い年？多分同い年か一つ違い。お母さんと同い年。本当ですか？うん、びっくり。びっくりだよね、私もびっくり。そっか。いやでもこんなに可愛らしい娘いたらすごいいいなと思っちゃった。ありがとうございます。本当に髪も長くて、お目目パッチリで、日本人形みたいな可愛らしさですね。嬉しいです。すごい。でもいろんなところで言われてるでしょ、そういう風に可愛いわねって。あ、でも日本っぽい顔だねみたいなことは言われますね。古風な顔ね、はい。今心臓バクバク言っちゃいました。お母さんと同い年年近いとかあったけど、お母さんと同い年来たの初めてですね。いや、本当よろしくお願いいたします。さあ、今年もやってまいりました、はい、里山里海イベント、ここパシフィコ横浜からお送りしております。そして今日はひなフェスの初日ということで、昨日もねリハーサルに励んできたわけなんですけれども、はい、やなみん、こちらのイベント、コンサートどんな感じですか、意気込みは？そうですね、ひなフェスはハロープロジェクト小出演ということで、とってもお祭り騒ぎなイベントなんですけど、私はここ神奈川県出身なので、とっても気合が入っております。このような広いステージでやらせていただくのは初めてなので、とっても緊張しているんですけど、全力で頑張りたいなって思ってます。やなみんは何か楽しみにしているものとかある？今年。そうですね、今年はやっぱりそもそも自然と触れ合うっていう機会って、ちょっと待って、ごめん聞いてろ。やっぱりその人型も捨てがたいというか、たくさんの魅力があると思うんですけど、ここはハロープロジェクトリーダーでもある矢島さんの T シャツを。あー、そっち行っちゃうのね。そっちか。やっぱりこうしたアメ細工を作っている桃地先輩もとっても可愛いです。やなみ、でもこれウサギだよね、どこからどう見ても。はい、どこからどう見てもウサギですし、やっぱりこの体がデフォルメ化されているっていうか、そこもやっぱりそのアイドル性を高める上での一つの技術的なものだと思うので、そのほっぺたを描いたりとか、耳に線を描いたりとか、そういうところもウサギ感だったりとか、可愛さを演出してるんじゃないかなって思います。やなみんだったらどっち買う？もちろんこっちが。そうだよね。
カントリーガールズの柳川ななみです。3月19日、20日、里山里海宮城校2016、そしてひなフェス2016がパシフィック横浜にて開催されます。カントリーガールズのプレミアム公演は19日の夜公演です。皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。バイバーイ。はい。カントリーガールズ新メンバーの神奈川県出身、中学2年生、13歳、柳川ななみです。私が最近ハマっていることはお化粧品を集めることなんですけど、私は、ハロプロ研修生に加入するまでは一度もお化粧をさせていただいたことがなかったんですけど、一度もなかったんですけど、あのハロプロ研修生に加入してからは お化粧をする機会が増えたので、それであの特に可愛い入れ物のお化粧品にハマっているんですけど、それを集めています。なるほどね。え、そのどう、お肌の調子は最近？はい、でも大丈夫です。毎日欠かさずお肌のスキンケアはしています。歌詞がすごく勇気づけられる歌詞になっていて、すごく素敵な曲だなと思いました。カントリーガールズの柳川ななみです。生年月日は2002年の1月6日で、出身地は神奈川県です。血液型は A 型です。最初は母がナナっていう名前が可愛いからナナにしようと言っていたのですが、祖母も母も名前の最後にみがついているので、そのナナにみを付け足してななみという名前になりました。家族からはなあちゃん、おとぎなどと呼ばれていて、友達からはななみちゃん、なあさんと呼ばれています。なあちゃんです。さくらんぼとチーズです。ネギです。趣味は読書とパソコンと可愛いものを集めることです。アルトサックスを吹くことです。今から特技のアルトサックスを披露します。浮気なハニーパイの最初のサビをやります。イエーイ、こんな感じです。ラ行の発音で分かっているのにごめんねで、ほらほらほらというところがあるのですが、私が歌うとほだほだほだと聞こえてしまいます。ジュースジュースの宮本かりんさんです。志は歯に包むです。大好きな家族のいる家です。母の作ってくれたあの大切なストラップを駅で落としてしまった時に、女の人が私のことを探してそのストラップを届けてくれたことです。その女の人の優しさにものすごく感動したし、私もこんな人になりたいと強く思いました。ダンスのステップが何回やってもできなくて、ああ私なんでこんなにできないんだろうと悔しい気持ちになりました。赤草です。肌の保湿です。甘いものを食べた時です。甘いものの中で特に好きなのはチョコレートです。私は小さな頃からとにかく歌って踊るのが大好きな子で、あのライブ映像を見たりしながらいろんな方の曲を踊ったり歌ったりしていて、小さな頃から本当にアイドルっていうものが自分の中で夢だったんです。それでたまたまそのハロープロジェクトのアイドルを知って、そこからすごくハロープロジェクトにハマって、ハロープロジェクトに入ろうと思いました。研修生の時一番嬉しかったことは、新人みんなでパフォーマンスをして初めて自分の名前で行動してもらった時に本当に嬉しい気持ちになりました。大変だったことはやっぱりダンスとか歌が先輩方と比べて最初未経験だったので本当にできなくて、
スキグに関して本当に苦労した面があります。中野ギオンちゃんです。休みの日は家でゴロゴロしたりしていることも多いんですけど、家族で出かけたりショッピングをしたりしています。どちらかというとインドア派です。あんまり良くないです。食べます。ダンスは得意ではないんですけど、最初と比べて成長したなとは思います。好きな教科は数学です。苦手な教科は家庭科です。犬が好きです。海です。最近ハマっていることは、可愛い入れ物のお化粧品を集めることです。道重さゆみさんのシャバダバドゥです。ベギーズ工房さんのあなたなしでは生きていけないです。ジュースジュースの上村あかりさんです。憧れの宮本かりんさんです。宮本さんがラジオで私の名前を出していただいて、でその時に宮本さんにちょうど次の日ぐらいにお会いして、その時にありがとうございますと伝えたら、マネージャーさんにニヤニヤしてんじゃないよとからかわれました。志は歯に包むです。最初は本当にびっくりして実感が湧かなかったんですけど、そのメンバーさんと話していくうちにだんだん実感が湧いてきて、それがワクワクだったりとか楽しみっていう気持ちに変わっていきました。母です。私の好きなものを作ってもらってそれを食べました。そうですね、やっぱり自分に対しての考え方がすごく変わって、やっぱりすごく責任感をすごく感じていて、その私一人がその歌もダンスもできなかったら、カントリーガールズ全体がレベルが低いと思われてしまったりすると思うので、そのカントリーガールズ全体をやっぱり良くしていくために、私個人の力が大切なんだなとは思うようになりました。緊張しました。なんですけど、そのファンの皆さんがすごく声援を送ってくださって、それですごく緊張がほぐれて笑顔でできたかなと思います。とにかく衣装も曲もすごく可愛らしいグループだなと思いました。私にとっては本当に今までテレビで見ていた存在という感じで、本当に桃地先輩と喋ったりしていることが夢みたいで、その私の中でのアイドルっていうものが桃地先輩だったので、やっぱり桃地先輩のようにトーク力や MC 力をもっと磨いて、私もアイドルといえば柳川七海って思ってもらえる存在になりたいなって思うようになりました。楽しみにしていることは、もちろん可愛い衣装を着てパフォーマンスをさせていただくこともそうなんですけど、一番楽しみにしているのは応援してくださっている皆さんと握手会でお会いできることです。不安なことはやっぱりその先輩方だったりとかに、そのダンスとか歌とか追いついていけるかということが一番不安です。チャレンジしてみたいことは、カントリーガールズとしてホールツアーをすることです。グループの中でトークのできる存在になりたいというのと、あとはそのグループに柳川七海が入ってよかったと皆さんに思っていただけるような存在になりたいなと思います。私の夢は研修生の効果がずっと言っているんですけど、ハロープロジェクトのエースという存在になることです。さっきも言わせていただいたんですけど、ホールツアーをすることがすごく私にとって一つの目標なので、やってみたいなと思います。カントリーガールズに加入することになりました、柳川七海です。歌もダンスもトークも先輩方に比べてまだまだですが、精一杯努力して皆さんに柳川七海が入ってくれてよかったと思っていただけるように、本当に精一杯努力してこれから頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。